ジャルナイル神ンビンドラーンワーレーは、インドの宗教、シク教の教育機関、ダムダミタクサルの指導者。名前は、ジャルネイル神武とも表記される。名前にある神とは、シク教徒の男性の名に付けられる継承で、ライオンの意味。ビンドラーンワーレーは、パンジャーブ州において、多数のシク教徒に支持され、多大な影響力を手にしていた。また、 ビンドラン・ワーレーは宗教原理主義を広めようと、若者たちに協議と原理主義を説いて回り、宗教を基盤に、神聖政治を行う宗教国、カーリスターン建国の支持者として知られていた。1981年、ビンドラン・ワーレーはヒンドゥー教の地方紙、サマーチャールグループの経営者、ジャガト・ナーライヤン殺害の容疑で逮捕された。 ビンドラーンワーレイは自ら進んで出頭していたが、その後証拠不十分で釈放。釈放後ビンドラーンワーレイは、インド軍の徹底した監視下に置かれることになった。そしてビンドラーンワーレイが、アムリトサルの黄金人口内にあるアカーリータクトを、過激派たちと占拠すると、当時のインド首相、インディラガンディの要請を受けたインド軍の、過激派殲滅作戦、通称、 ブルースター作戦によってビンドラーンワーレーは他の過激派と共に死亡した。死後、ビンドラーンワーレーをインドの歴史における位置づけをめぐり論争が起きている。ある人は彼を殉教者とみなし、それとは正反対に過激派、原理主義者とみなす意見もある。紫の部分が分断されたインドパンジャーブ州中世においてインドは大陸の 大部分の地域が、ムガル帝国の統治下にあった。インドの北西部パンジャーブ州に、グルナーナクが、宿教を広め大きく発展。宿教は、ヒンドゥー教から分離した一派で、たびたびヒンドゥー教からの干渉を受けた。また、本拠地のパンジャーブ地方は、インドとアフガニスタンの争いに巻き込まれることも多く、そのため執教の重大めぐる、グル、ゴービンドシンの時代には、 教団も戦闘的な色合いを強めるようになった。祝戦争、インド大反乱、アフガン戦争で、イギリス、アフガニスタン、ヒンドゥー教徒、イスラム教徒らと争い、インド全体人口の2%に満たない祝教徒の立場は次第に苦しいものになった。1947年、イスラム教徒たちがインドから分離独立を果たし、パキスタンを建国すると、 インドとパキスタンの国境がパンジャーブ州を貫く形で引かれたため、パンジャーブ州は二つに分断されることになった。パキスタン・パンジャーブ州では、ヒンドゥー教とシク教徒に報復するイスラム教徒が続出し、住民同士の虐殺が各地で起こった。現在のパキスタン側に分離独立以前に住んでいた多くのシク教徒は、インド側のパンジャーブ州に移ることになった。 こちらでもイスラム教徒に対する報復、虐殺が多発した。こうした衝突は、パンジャーブ問題と呼ばれ、現在でも多くの問題を生んでいる。ビンドラーンワーレイは、インドパンジャーブ州のファリードコート県にある、ローデイ村に生まれた。父親のジョギンダルシンは農夫であり、そして宿教の地方指導者でもあった。ビンドラーンワーレイは8人兄弟の7番目に生まれ、 厳格な彩色主義者として育てられた。1965年まで農業をしていた、ビンドラーン・ワーレイは、グルバチャン・シン・カールサーによって見出されも、ガーケン・モーガーの町にほど近い執教の教育機関、ダムダミー・タクサルに参加した。グルバチャン・シン・カールサーの指導に影響され進学、執教の歴史、聖典の講習を一年にわたり学ぶ。その後ビンドラン・ワーレイは、 故郷に戻り、再び農業に勤しむ。帰郷したビンドラーンワーレーは、ハリアーナー州ヤムナーナガル県のビラースプルに住んでいた、バーイス・チャシンの娘ビービー・プリータム・カウルと結婚。妻との間には1971年と1975年に、イシャル・シン、インダルジーとシンの二人の息子を授かる。パンジャーブ州でのビンドラーンワーレは、祝教徒たちと、論じ合い。 経験な宣教師として、村々を歩き回った。この時、教義と規則に一致した生活をするよう説いていた。ビンドラーンワーレイは、女性に対する肉欲や、麻薬中毒などの悪徳を捨て去ることによって、執教の規律カールサーに基づく正しき道に戻るよう、堕落した若者たちに対して説法した。また、若者たちに、清水、アムリトを授かるよう奨励した。 ビンドラー・ンワーレーのいくつかの好戦的な活動は、宿教の若者たちの目に、彼を英雄のように映し出した。1977年8月16日、グルバチャン・シン・カールサーの後継者、カルタル・シン・カールサーが、交通事故で死亡すると、ビンドラー・ンワーレーの名前が、ダムダミ・タクサルの新しいリーダーとして、急浮上した。 1977年8月25日、ビンドラーンワーレイは、メーターチャート村で、防具の儀式を経た後正式に選出された。かつてビンドラーンワーレイは、自身の政治的野心についての周囲の疑いに対して、以下のように答えている。このような声明にもかかわらず、ビンドラーンワーレイは1979年いくつかの政治活動に、 影から非公式に関与していた。ビンドラーンワーレイは、全140議席の宿教、自院運営委員会選挙に前もって40人を立候補させた。しかし、当選したのは、わずか4人という大敗を喫する。その1年後、ビンドラーンワーレイは、総選挙の期間中、3つの選挙区で、自身の政治団体のために、積極的な選挙運動を行う。 選挙活動中、ビンドラーン・ワーレーはどんな政党の事務所も立ち寄ることは、しなかった。ビンドラーン・ワーレーが、パンジャーブ州の執教政党、アカーリーダルの主導を握ると、1984年の雑誌タイムの記事に取り上げられ、これによって、彼の知名度が大きく上がった。ビンドラーン・ワーレーは絶大な権力を振るい、パンジャーブ州では、政治派閥がビンドラーン・ワーレーの、 承認なしに、主な活動を決めることがなかった。カーリスターンの国旗、ビンドラーンワーレイは祝京都の独立国家、カーリスターン建国の支持者として、広く知られていた。ところが、ビンドラーンワーレイは、BBC のインタビューで、もし、インド政府が、カーリスターン建国に同意したらという質問に対して、慎重かつ曖昧な態度で、 反対はしないだろうと答えるだけだった。ビンドラーンワーレを含む多くの宿教徒の考えは、私たちはカーリスターン建国に賛成していないし、反対もしていないであった。カーリスターン建国に対する宿教徒たちの反応を、ビンドラワーレは、公表している。私たちはそれを、反対はしないだろう。しかし、 私たちは1947年を繰り返すつもりもない。ビンドラーン・ワーレーはこうも付け加えた。もし、インド政府が、祝教の聖地、黄金寺院の建物を侵害したら、祝教とは独立の石を築くだろう。1978年4月13日、祝教過激派組織、アーカンド・キール・タニー・ジャーターの数人の祝教と、グルシクたちは、 宿教の異端派ニラン・ンカーリーに対する抗議運動を起こした。この最中の衝突においては、それぞれアジのメンバー13名と、ニラ・ーンカーリーの3名が死亡するまでに至った。警察の一時供述調書に上がった容疑者22人の名前の多くは、ビンドラ・ン・ワーレーとの関係が知られた人物だった。この犠牲者たちは、ビンドラ・ン・ワーレーの争いに巻き込まれたものだった。 この事件は、祝教徒たちを、さらに激行させることになった。1980年4月24日、今度は、ニラ・アンカーリーの指導者バーバーグルバチャンシンが、殺害された。この殺人事件の一時供述調書にも20人近い、容疑者が浮かび、その多くの人物に、ビンドラ・アンワーレイとのつながりがあった。ビンドラ・アンワーレイは、暗殺を指示し、 この事件にも関与していた。アジのメンバー、ランジートシンは、事件から3年後に暗殺事件の犯人として、出頭した。ティハール監獄での13年の禁錮刑を言い渡された。ビンドラン・ワーレーについては、証拠不十分により裁判所が告訴できず、後に釈放された。1981年9月9日、地方神サマーチャールグループの経営者、 ジャガとナーラアヤンがアマルタスモーテル近くで射殺された。ナーラアヤンはビンドラーンワーレーと敵対する人物として有名だった。事件の2日後、警官はビンドラーンワーレーの逮捕令を発した。警官はハリアーナー州のチャンドカラン村に向かったが逮捕に失敗。この理由は同年9月20日ビンドラーンワーレーが公然と宣言し出頭したためである。 1981年9月20日、ビンドラーンワーレイは、ジャガトナーラヤン殺害の格索指示により逮捕された。しかし、ビンドラーンワーレイが拘留されていた25日間で、ビンドラーンワーレイの共犯者たちが集まる地域のあちこちで暴動が勃発した。同年10月15日、インド議会で、内務大臣、ザイル・シンがビンドラーンワーレイの証拠不十分を宣言し、 ビンドラーン・ワーレーは釈放された。殺害されたナーラーヤンの新聞社職員や地方紙パンジャーブ・ケイサリー、そしてその販売店などは数ヶ月にわたって襲撃の標的にされた。報道機関は報道管理など権力の介入が激しくなる場合には犯罪行為の被害者の立場に立って報道することが求められる。しかし、宿教の事件では インドのニュースメディアは政府と共に真実を見失い一部の宗派が関与していた犯罪行為をあたかも全ての宗派が支持していたとして広め、シク教徒全体の地盤を脅かした。ビンドラーンワーレーが逮捕交流中に起きた事件はそのすべてがビンドラーンワーレーに関連したものかはともかく、シク教徒とヒンドゥー教徒の殺傷事件、列車転覆未水事件、 警察副長官事務所爆破事件、ハイジャックなど多大な犠牲者を出す、大惨事となった。釈放後のビンドラーンは例は、インド政府を軽視し、市区の協議を守るために武力に、訴えることは、当然あり得ると公言。ヒンドゥー教徒を威嚇して、パンジャーブ州外の市区教徒に安全なのは、パンジャーブ州だけであると訴え、各地に散った宿教徒を帰郷させる政策を取った。 他にも、資金不足に陥ると銀行を襲い資金を確保する強行手段も取るようになり、政府も新たにビンドラーンワーレー逮捕の意思を固めるに至った。それを知るとビンドラーンワーレーは、違い方険的な聖地黄金人口内の明かりタクトに逃げ込んだ。1984年6月3日、インドの首相インディラガンディは、 黄金寺院内の執教分離主義過激派の殲滅を目指すブルースター作戦を開始し、要請を受けたインド軍は建物内で交戦、殺害するため黄金寺院の敷地を包囲した。ビンドラ・アン・ワーレーはこの作戦で生き残ることがなかったことは広く認知された。そして執教徒たちによって殉教者として扱われるようになった。 クルディープシンブラー中将によって、ブルースター作戦は遂行された。ビンドラーン・ワーレーの遺体は、インド軍監督下で警官を含めた政府の人間、諜報部、祝教徒の兵士らによって確認された。ビンドラーン・ワーレーの兄弟も、同様に遺体を確認したと報告した。遺体の写真と記事が掲載され、少なくとも広く普及している2冊の本で出版された。 パンジャーブの悲劇、ブルース・タ作戦とその後とアムリトサル、ミセス・ガンディーの最後の戦い、BBC 通信のマーク・タリーは、彼の葬儀の間にビンドラーン・ワーレーの遺体を見たと、同様に報告した。グルナーナク・デーブ大学広報、アドバイザー・ビルビル・シンを含めた宿教の人々は、ビンドラーン・ワーレーは、作戦から生き残ったと主張した。ディルビル・シンは、ビンドラーン・ワーレーは、 彼の寺院の秩序で傷つけられたと表明した。また、政府の医師は、ビンドラーンワーレイは生きて逮捕されたことを証明した。そして彼は死ぬまで拷問された。雑誌シュリアマガジンの通信員 RK バジャジは、交流中のビンドラーンワーレイの写真を見たと主張した。この主張は特に現在宿教の有力者になっている。 ビンドラーンワーレイの息子によって激しい論争を呼んだ。ダムダミタクサルの何人かは、ビンドラーンワーレイはまだ生きていると主張した。しかしながら、2003年に、祝教寺院運営委員会は、ジャルナイル神ビンドラーンワーレイは、殉教者であると採点で断言した。1984年10月31日、インド首相インディラガンディは暗殺された。 ブルースター作戦と同時に、パンジャーブ州の宿教人員を同時襲撃する、ウッドローズ作戦が遂行され必要な宿教弾圧として、宿教との反発を買ったためとされている。1988年、黄金寺院は宿教分離過激派に再選挙され同様に、ブラックサンダー作戦が行われた。ジャルナイルシンビンドラーンは例は、 日々の中で、多くの宿教徒たちによって殉教者と称えられた。聖人を表すサントをつけて、サントジャルナイルシン・ビンドランワーレイと呼ばれることもある。それは、ビンドランワーレイが宿教徒の人々に、宿教の教義グルグランツサヒブの哲学を伝える、様々な努力によって称賛されたものだ。有名なインドの小説家、クシワントシンは、ブルースター作戦は、 カーリスタン建国という世相の波を巻き起こした。それは、ジャルナイルシン・ビンドラーン・ワーレーが、殉教者となって始まった。と表明した。2003年、宿教寺院運営委員会、ジョギンダーシン・ベダンティによってこの問題の解決が、試みられた。正徒アカリタクトの現在の指導者は公式に、ビンドラーン・ワーレーは、殉教者と宣言し、彼の息子イシャーシンに、 栄誉のローブが贈られた。ハルバンス神の宿教の百科事件は、ビンドラーン・ワーレーを、現代宿教の驚異的な名詞と表した。インドのメインコメンテーターの一人、ビル・サングビは言った。ビンドラーン・ワーレーは、多くの宿教徒に殉教者として映っている。昨今、珍しいのは、宿教徒の政治家は、あえて彼をこう呼ぶ。狂信的な殺人者、 その他の宿教とも、ビンドラーンワーレーは、有名になりたがっていたし、新生政治を行う宿教国、カーリスターン建国を目指していた。他にも、ビンドラーンワーレーには、アムリットサルの明かりタクトに避難した後、ブルースター作戦を招いた責任があるなどの考えを、持っているように感じる。ありがとうございます。